ラックミエウ橋とは、ベトナム南部、メコンデルタに位置するティエンザン省の見通し及び、ベンチェ省のチャウタイン県とを結ぶシャバリ橋形式の橋である。なお、ラックミエウは、南部発音であり、ベトナム語の標準的な北部発音では、ザックミエウに近い。2002年4月30日に建設が開始され、2009年1月19日に、完成、正式開通した。 当初は周囲の交通量の増加もあり2007年の前半に完成し開通する予定であった。アプローチランプを含めた全長は8331メートルあり、メインブリッジは2868メートルある。橋の建設には1兆4000億ドンの投資がされた。メインブリッジは2つの部分からなり、その全長は2868メートルになる。 シャバリ橋形式の橋であり、高さ117メートルの支柱が270メートル間隔で立っている。桁下の高さは37.5メートルあり、1万トンクラスの船舶が通行できる。橋の中央にはタイソ村塔がある。900メートルの長さの橋には安定した感知レバー砲によるプレストレストコンクリート構造の高さ7メートルの 鉄筋コンクリートの量が90メートル間隔で置かれている。プレストコンクリートを通した桁橋は40メートルの各景観の補強の役目を果たしている。ランプ部分は5463メートルになり、2つのメインブリッジはティエンザンとタイソンの2つのメコン川支流を横切っている。橋梁の荷重は30トン。通行1回あたりの料金は以下の8種類。 バイクは料金を徴収しない。ありがとうございます。